マイラーズカップは日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は読売マイラーズカップと表記している。寄贈賞を提供する読売新聞社は東京、大阪、福岡に本社を置く新聞社。聖賞は読売新聞社賞。マイル路線の拡充及び短距離的成馬にも 活躍の場を設けることを目的として、1970年に創設された5歳以上の馬による重症競争。安田記念の前哨戦として位置づけられているほか、ビクトリアマイルの前哨戦としての側面も合わせ持ち、春の短距離路線を歩む馬にとって重要な競争とされている。2014年から一着馬に安田記念の優先出走権が与えられている。 創設から2011年までは主に阪神競馬場で行われていたが2012年より開催時期を一周繰り下げ京都競馬場での試行に変更された。競争名は1974年に読売杯マイラーズカップに変更された後1980年より現名称となった。外国サンバは1989年から 地方競馬所属馬は2000年からそれぞれ出走可能になり、2004年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別定安田記念のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は安田記念の出走候補馬に出走資格が与えられている。また、 地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、安田記念の優先出走権が与えられる。2021年の1着賞金は5900万円で、以下2着2400万円、3着1500万円、4着890万円、5着590万円。コース種別を表記していない距離は、芝コースを表す。優勝馬のバレーは、2000年以前も、 現行表記に揃えている。競争名は、第5回から第10回まで、読売杯、マイラーズカップ。第11回以降は、読売マイラーズカップ。各回競争結果の出展。ありがとうございます。